みんな違ってみんないい。はーい、ってことでやっていきましょう。どうも、ラでございます。どうした？ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこれん戦争、ホワカの方でやっていこうかなと思います。ちょっと、なまったね。で、今回ですね、やっていく内容に関しては、こちらでございます。またまた回してまいりますよ。今回は、ランマ2分の1コラボガチャの方ですね、回していこうかなと思います。今回こそ当てていきます。さあ、ということで、もう早速回していきますよ。もうなんだかんだで残り時間20時間と19分の方でですね、まあこのガチャの方も終了してしまうんで、ささっとやっていこうかなと思いますけれども、まあこのガチャに関してもですね、まあ最近回したわけなんですけれども、前回のね、動画の方を見ていてくれた方だったらわかるかなとは思うんですけれども、まあこの2種類のね、サオトメランマの方を狙ってガチャの方回したわけなんですけれども、まあ22連回して出ずに終了っていうね、まあ結果だったわけなんですけど、まあ今回はそのリベンジ戦でございますよ。もう今回こそは当てていきたいよ。で、とりあえず今ね、所持猫館の方が4449個っていうことなんで、ちょっと惜しいよね。4500個あれば、まあ11連の方がね、3回回せるんで、ちょっと一旦ちょっと回収していきましょうかね。ちょっとガチャまで時間かかるんで、ちょっと少々お待ちいただければと、思います。ちょ、てっきり4500個あるかと思った。ちょっと待って。とりあえず多分、にゃんこ図鑑で多分回収できるんじゃないですかね。ちょっとこの辺、じゃあもうこの辺の方、ちょっと片っ端からちょっと回収してまいりましょうか。で、とりあえず4500個溜まった段階で、もうね、早速ね、ガチャの方回していきたいとこではありますけど、大丈夫か？待って、ニューが少なくなってきたぞ。卵全然見てなかったんで、オッケー。あともうちょいでございますよ。いい感じ。すごいね、卵な。あとは他あるかな？やばいな。よし。この辺。で、これで牛タップして、オッケー！これで4500個でございます。さあ、ということで、ガチャの方回してまいりましょうか。まあ、とりあえずですね、まあ、2種類のどちらかが当たってくれれば、まあ、切り上げてもいいかなとは思いますけれども、まあ、あとはもう状況を見つつ決めていくんでよろしくお願いします。もうお決まりのね、ケースバイケースでございますけれども。よーし、じゃあもう早速もう回してまいりましょうかね。じゃあ行きますよ。じゃあ行きまーす。はい。さあ、ということで、もうね、もういいや、忘れちゃいました。昨日もとりあえず、上げてまいりましょう。はい。もうダメだ、もう、度忘れが激しいんだけれども、なんか前回さ、そう、天狗の方がさ、出たさ、ガチャ名忘れちゃったんだけど、あ、衝撃ダイナマイツだ。そう。その時にね、そう、意外と神引きできたんで、いやー、ちょっとこのガチャもね、ちょっとあわよくば、ちょっと神引きね、できればなとは思いまーす。アヒルちゃん持ってるよね。これ、ムースだったよね、ムース。確か持ってるはず。はい、ですね。でもまだ大丈夫。もうこの時点で出てるってことはまだありますよ。最後の一体で、超激が出てきますので、それにちょっと期待していきたいとこではありますけど、縦脇さん。これはもう持っていますね。はい、まあ地道にプラスの方も上がっておりますけれども、びっくりした。ちょっと頼むよ。ちょっと、今回これ出なかったらどうしようか。もう本当に、もう、また帰り行くの？ちょっと、いやー、びっくりした。はい。あれ、これは？あ、持ってるね。はい。ウキオさんでございますけども。あー、びっくりした。おー、すごい出てくるな。はい、パンダでございます。まあ、パンダはもうね、前回出たから全然いいですよ。でも、そろそろ来るよね。次じゃないか。どうだ。もう、シャンプーばっかだな。ちょっと、前回もシャンプー出たよね。まあ、まだ回せるから回しますよ。じゃあ、行きますよ。はい。もしかして今回もあれなのかな？全部使っちゃうよね？これもうそんな気するよね？いやー、なんか最後の最後に出てくるのか、それとも出てこないで終わるのかもわかりませんけれどもね。いや、でもなんか嫌な予感するな。序盤の方でね、なんかいい引きできれば結構、どうしたもうコラボキャラが、もう出てこなくなったんだけど、どうしたもう終わったの？俺の端末ではもうこのコラボ終わっちゃった感じ？嘘でしょ？ちょっと！よし、来た。よし、レオタードだって。いやー、
はい、ということでなぜかレオタール姿で興奮しておりますけれども、とりあえず来ました、サオトメランマでございます。いやー、よかったよかった。あともう一種類どうしようか、回しちゃう。これでもまだ多分出てくるよね。あれ、これで終わりなのかな、このガチャ。待って、じゃあ行きましょうか。はい、あ、まだあるね。これでさ来たら最高。どうだろう、そんなさ、うまいこといかないかな。どうだろう、どうだろう、どうだろう。うわ、違う違う違う、びっくりしたな。もうこのキャラは毎回ビビらせるんだよね。なんかびっくりするんだよな。出てこないか。あー、ブヒー。はい、ということでございますけれども。いやー、どうしよう。回すか。もうここまで来たらもう回すしかないよね。もう回すしかない。じゃあ、いっちゃいます。はい。これでとりあえず、もう一種類のランマが来たらもう最高。もう最高でございますけど。やばいね。猫缶4個になっちゃったよ。もう久々に見た一桁。いや、またね、どうしようか。また地道に貯めていくか。それともですね、コンビニに行って、伝説っていうか、カードを買うかわかりませんけれども。どうだろうね。また次の日、何かイベントが来るかわかりませんけれどもね。なんか来たら、買うか、決めようかなと思いますけれどもね。いやー、怖い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 。頼む頼む。あとでももう一体いるんだよね。なんかなんだっけ、もう忘れちゃったけど、そう、これの、超ギリアバージョン、そう、アカネでございます。これも、そう、確か持ってなかった気がする。あー、ユータル来たん。ユータル来た。はい、そうそうそう。天道だっけ、あれ天道だっけ、あー、天道でございます。はい。おー、よし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 、いいぞ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 。よし、まだ来るはず。まだ来る。おー、発泡剤持ってたわ。はい。どうだろう、ラス1で来ないか。あーいや、まあいいか。いや、はい、ということでございます。これで終わりだよね。はい。おー、嘘、この流れで来るか。うわー、来た。コンプしゃあ、来たぞ、よかった。これで終わりだ。終わった。はい、ということで、とりあえずガチャの方は終了でございます。これさ、ワンチャンコンプしたよね、これね。じゃあちょっと貯蔵庫見てみましょうか。はい、ということで、相変わらずちょっと卵がいっぱいいますけれども、わあ、これ来たよね、これ。いや、すごい、最後の最後に来たね。ああ、なんかだいぶじらされた感はありますけれども。まあ、ようやくね、もう合計何回回したんだろうね。以前の動画と含めて。まあ、だいぶ回しましたけど、まあ、これでとりあえず、まあ、ランマ2分の1に関しては思い越すことはないのかなと、思います。じゃあもうすべて使っちゃいましょう。はい。さあ、ということで、レアキャラもすごいね、だいぶ余ってきましたけれども。まあ、これ後で NP に変えておきます。はい。よし、じゃあ確認してまいりましょう。来たね。今回新規で、3種類来ましたけど、でかいぞ、これ。いやー、やった。よかった。いや、ランマの方はもう出ないのかなとか思ったけどね、ほんと最後の最後に来ましたけれどもね。はい、ということで、じゃあ1万8のこのランマかっこ男から見てまいりましょう。じゃあもう10レベルにさせて第2形態の方を見ちゃいましょうかね。はい、じゃあ行きまーす。はい、ということでございます。第2形態はランマかっこ女でございます。で、あとレオタードバージョンの方もですね、あ、そっか、もう1体出たからプラス1になってるのか。行きまーす。はい、ということでございます。チアガールでございます。いいね。で、最後天童茜でございます。じゃあこれも10レビにさせて、いきましょう。はい、ってことで道着でございます。道着姿の女の子ってかっこいいよね、急だけど。はい、じゃあとりあえず今回来ました3種類のキャラクターの方、前の恒例下のテキストの方ですね、第一形態から読んでいこうかなと思います。まずは早乙女ランマ過去男からでございます。ランマ2分の1より参戦、無差別格闘早乙女流の2代目を継ぐ少年、赤い敵と浮いてる敵に超ダメージを与える前方位攻撃っていう感じでございます。で、次第2形態過去女でございます。ランマ2分の1より参戦、中国修行中呪われた泉受仙郷のルルルに落ち水をかぶると女の子の姿へ変身する体に、赤い敵と浮いてる敵に超ダメージを与える前方位攻撃っていう感じでございます。で、お次でございます。はい、早乙女ランマ過去レオタロでございます。レオタードでございます。ランマ2分の1より参戦、レオタードに身を包み華麗なクラブさばきで新体操の勝負に挑む、黒い敵と天使の動きを必ず一瞬止める遠方範囲攻撃っていう感じでございます。で、お次第2形態チアガールでございます。ランマ2分の1より参戦、純粋な格闘勝負だけではなくチアリーディングでも熱いバトルを繰り広げる、黒い敵と天使の動きを必ず動くか、
黒い敵と天使の動きを必ず一瞬止める遠方派攻撃っていう感じでございます。でお次3体目天と茜でございます。ランマ2分の1より参戦、気が強く不器用だが根は素直な女の子、ランマの言い名付け、はあ、必ずバリアを貫きたまに渾身の一撃を放つ遠方派って感じでございます。で最後第2形態道義バージョンでございます。ランマ2分の1より参戦、格闘技には秀でていて日々の修行も怠らない、言い寄ってくる男たちはまとめて倒す、かっこいいね、必ずバリアを貫きたまに渾身の一撃を放つ遠方範囲っていう感じでございます。まあなかなかいいんじゃないですかね、性能に関してはね。じゃあせっかくなんで最後にですね、まとりましたこちらの3種類の方ですね、まあチャレンジステージでいいか、軽く使っていこうかなと思います。さあということで早速ですね、今回取得しました3種類の超激レアの方ですね、使っていこうかなと思います。いやびっくりしたわ、一気に3種類来るとは思わなかったからね。いや本当にちょっととんでもない引きをしてしまいましたけれども、いやもうじゃあ早速出していきますか。じゃあまずは天童茜からいきます。はいっていう感じでございます。おーいいね、道義少女でございます。いやかっこいいね、いやいいわ、めちゃくちゃいいね。で次どうしようかな、じゃあ普通のですね、早乙女ランマのかっこ女バージョンの方ですね、使っていこうかなと思いますので、ちょっと待ちましょうかね。よし、じゃあ行きまーす。はい、っていう感じでございますね。ああ、いいね、いいね。並べるとなかなかいいね。じゃあラストでございますね。なんだっけ、チアガールバージョンですね。じゃあ一番見たいね、ビジュアルでございますから、ちょっとね、ちょっと待って、お待ちましょうか。さあ、じゃあ行きますよ。はい、っていう感じでございます。ああ、これはやばいね。これはやばいな。いや、チアガールね。いや、なかなかいいコスチュームでございますけれどもね。まあ、普段じゃ見られないようなコスチュームではありますけれどもね。いやー、ちょっとこれいいね。ああ、いい感じに見えないんだね。いい感じで、いい感じに見ないのに、なに、見えないようにはなっておりますけど。ああ、いいよ、いいよ、いいよ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。もうこれでさ、勝てるじゃん。ああ、いけたね。あ、さすが、さすが、女の子強いね。ちょっとレオタードバージョンの方も見ていこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、あーいいね、レオタード姿。あーこれはちょっと私にはちょっと刺激が強いよ。ダメ。はい、ということで今回はですねこちらでございます。ランマ2分の1のコラボガチャの方を回しました。まあこれにてランマ2分の1のコラボガチャの方を回す企画に関しては終了でございます。いや、おかげでですね。まあ、多分すべてのキャラクターが当てることできたんじゃないのかなと思うんで、もう感無量でございますけれども。まあ、また当たったキャラクターに関してもですね、まあ、随時いろんなステージの方で使っていこうかなと思います。多分激レアに関してもすべて出た気がするんだよね。あれ多分4種類だった気がするんで、まあ、多分全部出たのかなと思います。はい。ということで、まあ、とりあえずですね、まあ、無事すべて引き当てられたので、今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。また引き続きですね、次はどんなコラボが来るかわかりませんけれども、来た際はですね、まあ、何かしらやっていこうかなと思いますので、まあ、次のコラボはね、まあ、いつ来るか分かりませんけれども、まあ、楽しみにしていきたいなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。